皆さん見に来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。すごい、待って、なんか大丈夫やで、待ってね、台風大丈夫でしたか？そう、姉妹配信です。今日はヤッホーヤッホーヤッホー。そう、ショールームで伝説作りがちなんですよ私、本当に本当にねえねえねえ、あ、姉妹配信って書いてある。三度寝した、三度寝しました三度寝っていうか、あれなんていうの、昼寝した昼寝は三度寝に入るのかなな、昼寝って言ったよな。そう、寝てたね。もうグー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 動画編集しながらこうやって寝てたルームツの動画編集しながらな、お姉ちゃんパッて見たら寝てるからそう、気づいたら寝ちゃうよね。そう、ああもう本当に別腹、昼寝は別腹、昼寝わかねえってめっちゃうまいこと言われてうまいですね、昼寝わかねえそう、あ、すごい、浴衣の服初めて見て可愛い。よくお気づきで、実はめちゃくちゃ最近新しく入ったお洋服でござります。新作いいねさすがだよ実は新の服です。お仕事お疲れ様、お疲れ様、お疲れ様、お疲れ様。なんか明るすぎないか。あゆみちゃんカラオケ配信で北京を歌ってたが、わかったんの歌になってましたどういうこと、わかったんの歌ってあゆみちゃん寝てたやつちゃん、あ、そういうこと、もうみんなに広まってるってこと、うん、なんで関西弁な、関西弁、関西出身です。大阪府出身です。ワンちゃん、ワンちゃんびっくりマーク。大阪府出身、大阪府在住、生まれた時から19年大阪に住んでますいじられキャプテンとあゆみちゃんが言ってたよ。いじられキャプテンもな、ほんまにダメなんですよ。もうこんなのなので、もうちょっとしっかりします、本当に頑張ってくださいね、頑張ります。あ、コンサートの申し込みできた、よかった、よかったです。どっちか、どっちが姉かどっちが妹かわからないくらい可愛い姉妹やって嬉しい、ありがとうございます。初見さんいるかな、どっちが姉妹か、ね、当ててください、ぜひ。どっちが姉妹でしょう左が姉、右が姉どっちかな、どっちが姉でしょうか。でんじきでてて当ててください皆さん、ぜひぜひ。北川賢治で寝ててアイス置き忘れた若姉さんですか、どういうこと、アイス置き忘れた、アイス置き忘れたっけ、わかアイス、アイス、アイス置き忘れた、アイス置き、アイス置き忘れてない気がするな。アイスとかだっけ、アイス、何のアイス、めっちゃ前髪面白いみんなわざと違うことは言ってるあれ、ほんまにみんなわざと違うことは言ってるな、嘘やん。ポンちゃんのルームズでも若田の北川賢治寝坊の話で笑ってたよ。もうみんな、みんなそうやってね、えほんと面白い、若をバカにする、あ怒った31、あ、31はあの忘れたんじゃなくて、なんていうの、みんなと食べるのを忘れてたのよ、みんなに渡すの忘れて、それ忘れてたんか、忘れてたっていうか、うん、みんなに、あ、んそうや、ちゃーちゃーちゃー、その話じゃないやん、31置き忘れ話は、え、ちょっと待って、これこの話はほんまにゆかに言ったっけ、知ってない、私この前アミタンとレイポンと3人で配信した時、うん、あった、あ、うんうんうん、あったやん、あった、あの時に、うん、あの2人に差し入れしたいなと思って、うん、31を買いに行ったんよ、うん、そしたらあのお会計し終わって、うん、あのお会計して満足してそのまま帰って、え、あの商品置き忘れて、え、でそんな怖いその後にあのご飯買いに行こうってなってたから、うん、3人でご飯買いに行ったんよ、レイポンダンビタンと、うん、そしたら待ってみたいな、手にアイスがないってなって、ええと思って、うん、なんで、あ、え、ま、ちょっと待って、一回待ってってなってあの、戻ってきた道とか全部見てんけど、なくて、で、ちょっと待てよと思って、一回ちゃんと考えてん。そしたら、う
あ、レジから受け取ってないって気づいて嘘やろほんまにそんなことあるであのすごいね、電話したら、うん、あの置き忘れてますよみたいな言ってくださって、その3人分、うん、で戻って取りに行ってっていう、うん、ほんまに焦ったし恥ずかしかったそれは恥ずかしいわ。そう、今めちゃくちゃ忘れてたその話。あらあら、そういつか MC で言おうと思ってて、うん、思い出した今。それはいけない。そうほんまにやばいよね。そうこういうの結構しちゃうよね。若お姉ちゃん多いもんね、そういうちょっとねポンコツエピソードが多いから。店員さんそう追いかけてそう来られなくて、え今日もね、あのライブの話してもいい？ライブの話、チケットの話。チケットあはいよ。なんかあの私が、うん、あのお姉ちゃんの、うん、あの今から東中道3ツアーあるじゃないですか。東中道なんて言っけ、海中海中、ちょっと待って、明中道、明北道、絶対違う、明助けて助けてください。ちょっと待って、東京東名阪、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 そう東名阪のコンサートがあるじゃないですか、うんうん、でまあ見に行きたいなっていう話をしてて、うん、私がゆかたんがお姉ちゃんが出るのを見に行きたいなって思ったんですよ、うん、でお姉ちゃんにえちょっと見に行きたいわって言ったんですよ。そしたらなんか、うん、あのあじゃあお母さんとお父さんとあんたで3人で申し込みやって言われて、うん、んみたいな、ちょっと待ってよみたいな、うん、私入られへんやんってなんて、あのメンバーっていうこと忘れられてました。一瞬忘れててあ3人で見に来たらいいやみたいな言って言って、あそうや、そうメンバーってこと忘れてた、ゆかメンバーやから普通の席で見れへんやんって言う。そうだからうーちょっと待ってと思っていやいやちょっと待って、私こう見えてもメンバーやねみたいな。そうなのそう、ちょっとやばいよねそうこういうちょっと変なところがあるので、私はそれは寝ぼけてたからな、お姉ちゃんもその頃。いや寝ぼけてたかな、もう起きたてやったやんあの頃はね。だからちょっと面白い話でした。そうでめちゃめちゃメンバーやしって怒られたっていう、ゆかり怒りましたそうあ名古屋行くよやって、嬉しい。よかった見に行きたい。ね。ね、でも入れたら普通に入りたいけどね。うん、どうなる？行けるのかな。そうやん。オールスタンディングにな。シータン30みたいな。ずっと飛び跳ねてますよと思って。でもなんかこういう話さ、うん、あの自分たちは普通にいつもの感じで終わってるけど多分。掘り出したらめっちゃ出てくると思う。するな。こういう話。え、なんかほんまにこんなことが多すぎる。あ、そうやん。しっかりそうでね。ほんまに、あの31の話はほんまにやばいよね。若もあれはもう末期やと思った、自分でも。やばいと思って。ついに来た。ついにやばい。まあしっかりしてください。そう、それで、うん、あの買い物行った時に、うん、その31を忘れてるって気づく前ね、気づく10分ぐらい前に、うん、スマホがないという話になって、うん、若のね、うん、でうわスマホなくしたかもってなって、え大丈夫ってアミタンとレイポンも一緒に探してくれて、うん、でなんかあの何そのお菓子とか、うんうんうん、見に行った時に忘れてたんかなと思って、うん、ちょっといろいろ思い返してて、うん、探しに行こうと思ってパッてカゴの中見たら、カゴの中にスマホが入ってたと。いうこともありましたね。まあ、で、まあその後31を忘れたことに気づき、うん、もうちょっとあの落ち着いてください。え、もうその日ほんまにやばかった。もう、わかなんかお母さんとか言ってるけど、むしろみんなにお母さんされてるかもしれない、ね。まあそれは間違いないね。そう、うん。そうやん、ほんまに。怖いって言われてるよ。そうなんやほんまに。あごめん。そう。まあ気をつけて。気をつけます。天、う、然、ん、エピソード面白いやって。そう。たまにこういうぶっ飛んだことしちゃうねんなほんまに。なしてるなよく。えなんか他に何かあったっけ？
そうなんかさ、メガネあの上につけててメガネないっていうのと同じ感じのことをしちゃう。そうだね、ありがちだね。そう、え、なんか今日もなんかでも最近お姉ちゃん寝言が多くて、なんか話しかけても会話が噛み合わないんですよ、うん、寝てる時なんか起きてみたいなっても、え、ちょっと今なんかちょっと待ってじゃないけど、なんか何だっけ、今日なんか言っててん、なんか申し込みするからみたいな、なんだどういうことみたいな、そう、そんなことがよく起きますね朝は。そうなんですよ、妹がしっかりしてるタイプだからそうです、妹がしっかりしてます。いや、そんなこともない、そんなこともないよ。でもさ、自分もそんなことないと思う自分で言うけど、なんかね、オフになっちゃったら急になんか抜けるっていうか、え、なんかスイッチ切れちゃう。うん、そう、自分もしっかりしてないから多分姉妹でこんな感じやんな。え、でもまだ自分の方がそういうぶっ飛びエピソードは少ないかもしれない携帯はちゃんとロックかかるようにしてますよ、ほんまに。もう誰でもできないような複雑な番号に。なんかでも、え、なんか自分は、うん、なんやろな、最近でもないんですけど、うん、そういうちょっとぶっ飛んだエピソードやったら、うん、知らん人のカートに乗ったこと。え、どういうこと、どういうこと、なんか知らん人どういうこと、カートに乗ったことなんか知らん人がカートをしてて、うん、なんか私あのゼリーのね、うん、あのフンが好きなんですよ。もう言うてるやん、もうそれ言うてるやん、もうあれが好きで、うん、それがあのカートの中にあったんですよ、うんうんうん、で、まあ、こんな感じ押すじゃないですか、うん、で、まあ、ちっちゃかったので、うん、ちょっとあのその人のところにピョンってなってなんかお母さんクー買ったんやみたいな言ったら、うん、パッてこう見たらめっちゃ困られた顔してで、よく見たら全然知らん方やって、うん、めっちゃ気まずかったです。それは気まずすぎるな、もうびっくりするやん。だってもう確かに違う人急に違う子供が乗ってきたら、うん、え、もうそれあれやろ、ちっちゃい時の話やろ、最近じゃないの、うん、最近じゃないです、いやもうそれ3歳とか4歳とか、よかった、うん、3歳でまだそうだから、え、でもそれ以来は全然去年の話ですよね、去年じゃないですよ二人してやばいな、二人してやばい。なんかね、本当にもう急になんか今ここ最近順調って思ったら、うん、こう商品を忘れるとかいうことをしちゃうから、うん、やばいよな、ほんまに、うん、ちょっと面白いねそうやった、そんなこともあったよ、あったねジェネスの中よかったん、やっほーやっほーやっほー、みんな最近の話だと思われてる最近の話、いや安心して最近は、うん、大丈夫と信じたい、うん、お姉ちゃんなんかないの最近やばかった話、うん、でもそのサーティワン置き忘れ事件がいっちゃんやばかったかも。ああ、せえな。サーティワンちゃんとその後あのもう一回行ってちゃんと商品ゲットできてよかった。よかったです。無事アイスゲットできました。おめでとうございます。先生にママって言ったことはない？ある。あ、あるわ。先生にママって言ったことはある。めっちゃあります。めちゃくちゃあります。姉妹喧嘩することありますかって。姉妹喧嘩あんまないですね。姉妹喧嘩なんか喧嘩までいかんよな、うん、なんか言い合いして、あ、だからさ、それこそこの前のあのちかっぱ祭の時にあの急にそのステージの変更が変わるってなって、うん、あのピッチ、そのなんか縦何メートルかける何メートルが変わっちゃって、うん、で急遽あきら先生があのポジションをね変更してくれるっていうことになって、うん、でなんかゆかがその時 3.5 とか言ってんな、うん、でなんか 3.5 やん 3.5 やんなって言って、いや3やろ、いや 3.5 やしみたいな話をちょっと2人で言い合いしてて、うん、したな。でなんかいつものことやからな、家とかでもそういうやり取りめっちゃするから、
あのみんなの前でも普通のそのなんか言い合いみたいなテンションで言っちゃったら、うん、あの全員からほぼ口揃えて、もうやめ、今はもう喧嘩はやめてみたいな言われたよな。でも全然喧嘩のつもりがないからさ、喧嘩じゃないよってね。そうでも多分ね、ほんまに面白かったよな。みんなが一気になんか心が一つになった瞬間そう、若田優香以外のみんなが全員が心が一つになって、喧嘩はやめてわーってってな、みんな、うん、そう言ってくれたありましたね。怒ったら怖いのはどっちやって、怒ったら怖いの若じゃない、お姉ちゃん、うん、え自分じゃない、怒っても怖くないほんまに怒っても全然怖くない怖くない、うん、ほんまに、うん、怖くないと思いますよね。怒っても怖くなさそうランキング第1位でしょ怖くないよ、怖いよ多分、目で静かにしなさい。でも寝起きが一番あれやな、怖いな、凶暴やな、うん、多分恐竜ぐらい凶暴な自信あるわ、肉食恐竜ぐらいほんまに。どうしたの、あくび浴衣って怒ったりする、あんまりしないですね。なんか怒るきっかけがないかも逆に。なんかでもさ、うん、もうなんか違うって言ってるやんそれ怒る、あ怒ってるわ。なんかお姉ちゃん、お姉ちゃんがなんかな、たまになんか普通にそれこそ姉妹やから、うん、なんかお互い、いやここ3番やろ、いや 2.5 やってとか言って、3番やってそんな感じは怒ります。そうなんかな、怒るの基準によるかも、なんかな、怒るほんまになんかガチ怒りみたいなないです、なんかほんまに、うん、あーなんないよーみたいなないです1日くじきがんかったこととかないよな。ない、それはあれやん、なんかないな、ほんまにないな、うん、いや口きかんかった大喧嘩としても1時間ぐらい1時間2時間あんま口きかんってことがない気がする。なんかお互い言って終わりみたいな、うん、感じあったとしてもこっちから火を吐きそうだよ、バーで3と 3.5 どっちが正しかったの、どっちやったっけ。いや多分私やな、チーが正しかったっけ、知らない、なんかもうその時はもうプチパニックで、もうプチパニックだから全然記憶がせんないよね。あのリハ前、リハ前、リハ前じゃない本番前の、うんうん、激焦りだったね、なかなかな、うん、あそうそう前さ、あのお姉ちゃんのお姉ちゃんにさ、うん、あのなんていうっけ、あ昔なんかはま昔姉妹でしたごっこ遊びみたいな、メイクごっこしたの覚えてる、メイクごっこ、あ覚えてないか、まつげさお互いなんかあこうやってね、やってた、覚えてる覚えてる覚えてる、皆さん覚えてました、うんそう、それお姉ちゃんにほんまか聞いてって言われたから、以上です。えほんま、あほんまやった、ほんまやった、あとなんかあの眉毛をなんかこうやってやるのがめっちゃなんか好きで、なんかこれこうやってやってって言ってなんか自分はまつげビューラーしてとか言って、こうやってこうやって遊びしてたな、してたね、よかった自分だけの記憶じゃなかった安心ナナミンが冷静に3やでって教えてくれそう、いやそれはそうかも、確かにそういう時にいつも冷静に教えてくれんのマナミンとかやな、や、ね、確かにホノピーとか冷静に教えてくれるそうそう小さい頃の記憶曖昧、ほんまに曖昧、曖昧やな、なんかなんか残ってそうで残ってないよね、うん、なんか言われたらあこんなあったなみたいな思い出すよなすごいね、パチ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 、そうそうそう、こんばんは、こんばんは、こんばんは、手が気になるそうですね、手は大きいですよふふふ、二人でショールームのカラオケしてほしい、ねね、したいね、したいね、
今あれやな、2人でイヤホン前みたいにやったらできるか、前のラップタイムの時みたいに、ね、アカペラはさすがに嫌、アカペラ事故になりそう。そっか、じゃあちーたんがね、熱唱してたね、あれの、そうそうそう、ママの歌ってたね、ツイッターで ね、あ、ツイッターじゃない、バツでね、バツ、バツ今変わったやん、X じゃない、あれ X なの、バツバツって言ってる人初めて見たけどX やろ、バツじゃないんですか、皆さんなんて言ってますかX、 え、X 笑ってなってるよ、うん、X やで、X、え、あ、そういうこと、 X って呼んでるってこと、みんな、え、バツじゃ、バツじゃないってさ、 X だよ、嘘やん、バツの人いない嘘でしょ、バツじゃないのバツだ、バツは初めて聞いた嘘やん、ほんまに、いやあかん、また、でも若も、ん、なんかまた伝説、伝説が生まれた、あかん、もう私ほんまにショールームでほんまに1回ぐらい伝説残しちゃうんですよ、もうほんまに嫌や、でも若もいまだにツイッターって言っちゃうな、バツえ、なんかでもバツみんなさん、ゆかたんがバツになってるからバツって言うかな、ダメですよ、甘やかしちゃ見てろダメですよ、フォローしました、ありがとう、皆さん優しい、今日からバツって読みますねとか言ってください、ダメですよ、皆さん、皆さん X ですよ優しいそうそうね、なんか旧ツイッターって書いてみるか、あ、旧ツイッター、旧ツイッターかっこ X かそうやん、そう、あやみの配信見まして、え、私一緒に、めっちゃ可愛かった、可愛かった、ツイラー服着て、間違えた、ツインテールのこと今ツイッターでツイッターが似合ってたって引っ張られすぎツインテール似合っててね、セーラー服で、めっちゃ可愛かった、癒されたわほんまにね、おうち世代交代前夜公演やったな、そうやんなあれ、履くの履かないの、履くの履かないの、おパンチュ、何何何それ何それ何それ、ちょっと待って、何それ、おパンチュウサギ知らないですか皆さん、え、おパンチュウサギの合言葉、うん、あれだよ、アミタンがめっちゃマネ上手くてマジで可愛いな、え、おパンチュウ、うん、おパンチュウ、パパ、おパンチュウ、おパンチュウサギ履くの履かないの履くの待って何それ、初めて聞いたんやけど、めっちゃ可愛いよ、何それ、アミナ知ってるやつ、そう、アミタンが好きなやつそうみんなごめんなさい、急に友達しちゃった、申し訳ないです、急に履くの履かないのって言うからさ、え、何それ、コメントが、そう、そう、ゆかたん意思疎通してますそう、え、なんかゆかたんとあやみが同い年に見えるやって、いや、なんならあやみの方が大人っぽく見えへん、え、確かにそれは自分でもそう思う、え、てかあやみもなんなら言ってたあやみに言われてるやん、ゆかたんの方がなんか年下に、違う、同い年に見えるやったっけ、なんかそんな感じやった、そうそう、高一には見えないよ、だってさ、同い年のさ、何、先輩とかさ、同期とか見るとさ、ゆかがめっちゃ幼く見える、あー、そう、ほんまに、で、ゆきのさんとかさ、ジオンさんとか、ほんまにそれはそう、みさきさんとかめちゃくちゃ大人っぽいよ、うん、ほんまにすごいよね、もう同い年に見えないよ、ユニバーサルに行ってるの見ました、こいつさん、ね、めっちゃ可愛かったよね、めちゃくちゃもう美しかったです、画面がほんまにそう、なんか姉妹エピソードあるかな、姉妹エピソード、最近お姉ちゃんの会ったこととか、うわー、かわいそう大丈夫、止まらへん、何やろ、何やろ、お姉ちゃん、何やろ、姉妹エピソード、お姉ちゃんとの会ったことは、なんかでも毎日おりすぎるとさ、なんかなくなってくるね、逆に、
そうなんよ、なんか2人の話はめちゃくちゃあるんやけど、その何をなんていうのな、これって言われると思いつかんよな、ね、なんか質問ください、日常的、なんかこういう時何してますかみたいな、お願いしますだったら、あくびつられるごめんねごめんなさいお姉ちゃんお眠の時間って、ね、9時半、9時半よちよち、10時超えてくるともう目ガンガンなってくるどういうこと、深夜タイムに入るけど、この時間が確かに結構いつも眠たいかも。まだ眠たいんかって言われてる3度寝したのにもうつい4度寝ないと、めっちゃ寝たのにね。2人で劇場行ってた頃の話を聞かれて、なるほど、なんかでも私が、うん、あそうなんです、これこそ前実は DMM で2人で初めて2回目か2回目行った2番目のドア公演の行った日にちの DMM がちょうどあって、うんうんうん、それを見てめちゃくちゃ嬉しくなりました。なんかそう、なんかその時でもお姉ちゃんに連れて行ってもらってたから、うん、なんかでもその時に見た景色でさ、自分がまだちっちゃかったやん、そんな建物とか、うんうんうん、だから今行ったらどんな感じに見えるのかめっちゃ気になります。確かに、ね、座布団な、そうやん、引いて見てたのが最後やもんな。そう、ほんまにちっちゃくて座高が、あのこんなんやったから、そう、そう、座布団借りて。お姉ちゃんでも結構もう最近まで行ってたよね。うん、そうなんですよ、ね、本当にセレクションやってた時も行ってましたね、うん、ね、そうやん、ちょうどね、そうチケットをたまたま見てて、したらお姉ちゃんがほんまに最近まで行ってる、すごいと思って、めちゃくちゃ見れそう。ソーリーソーリー持ってきます。すいません誰推しやったん？私は出口結菜さん推しでした。チー、うん、はゆかたんですか？ゆかたんは山本美香奈さんです。みかなさん、そう、そう、でも和歌はほんまにもう皆さん好きです、ほんまに。え、ほんまにな、ずっともうファンの時から NMB はもう DD っていうぐらい、もうほんまに皆さんめっちゃ好きです、ほんまに。え、ほんまにわかります。なんか入ってから皆さんと話す時間が増えて、余計もうなんか全員好きになりました、うん、なんやろ、なんかパフォーマンスとかもなんかなんやろな、一人一人さ、うん、こう近くで見れるやん、うん、もう全員好きになっちゃいます。あれわかる、もうだってファン様だったらもう落ちちゃうもんな、なんかしかもそうだからDD じゃん、わらわらいやデヘピロ、2人で姉妹で行ってましたよ。はい、夢にでも2人で行ったよな。行った、めっちゃ覚えてる。夢は逃げない公演も、ほんまにあの私僕以外の誰かがめちゃくちゃ好きなんですよ、始まりのね、ふさわしい、あの初めのさ、これめっちゃ練習してた2人で家帰ってきて余韻で、あのこのあの何イントロのな、起き上がるところあれを2人でできるか選手権みたいなのをやってました、ずっと、うんうん、なん懐かしいそう、あ、じゃあそろそろあれやな、そうだね、そう、じゃあそろそろ終わりますか、終わりますか、ではではランキング読みをしていきたいと、ギフトを読みたいと思います。あ、私もギフトを読んでいきたいと思います。消えてたらごめんなさい。ともともさん、ハートありがとう。こうぞうさん、だるまさんありがとう。ハートもありがとう。さかがっちゃん、だるまありがとう。こうぞうさん、だるまさんありがとう。ヨモちゃん、ハートありがとう。ヨシヨシヨシさん、だるまさん、いっぱいありがとう。ケンちゃん、ハートありがとう。ヒロミさん、ヨちゃん、流れ星、ありがとう。のののちゃん、ハートありがとう。トモトモさん、ハートたくさんありがとう。トッキーさん、ハイビスカスいっぱいありがとう。ジェイチ、ハートありがとう。トモトモさん、ハートありがとう。トッキーさん、真珠、ありがとう。めっちゃ綺麗だね。レインボスター、ありがとう。ちとまささん、レインボスターじゃない。ハートめっちゃありがとう。ほんまに、ずっと。ありがとうね。ケンちゃん、かわいい、ありがとう。ヨウちゃん、ハートありがとう。ヒロニコニコマークさん、ダルマさん、ありがとう。トモトモさん、ハートありがとう。ありがとう。カベさん、トータイ、ありがとう。あとは。
藤井さん、真珠ありがとう。かわいい。ともともさん、真珠ありがとう。綺麗だね。はあさん、ハイビスカスありがとう。たっきーさん、ハイビスカスありがとう。皆さんよかったら見てください。たっくさん、流れは、たっくさん、ペンライトありがとう。じゃあランキング見たいと思います。たっきーさん、真珠ありがとう。炭酸せんべいさん、かわいい、ありがとう。12位、こちゃんさん、ありがとうございます。ではでは、ありがとうございます。てりまかし、てりまかし、ありがとうございます。てりまかし。そして10位、ハートさん、じゃあランキング見していきたいと思います。そして9位、さとしさん、ありがとうございます。すいません。そして8位、13位、トボさん、ありがとうございます。そして7位、徳島和さん、ありがとうございます。12位、よしよしよしさん、ありがとうございます。よし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 。第6位、たみきょうさん、11位、喜怒哀楽さん、ありがとうございます。喜怒哀楽。10位、こうぞうさん、ありがとうございます。第4位、月のおばさん、ありがとうございます。9位、まさしさん、ありがとうございます。ありがとう。8位、たくさん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位、つゆさん、ありがとうございます。あずまいっしーさん、ありがとうございます。6位、やっさん、ありがとうございます。ありがとう。5位、ふじさん、ありがとうございます。ありがとう。4位、はーさん、ありがとうございます。ありがとう。3位、ようちゃん、ありがとうございます。ありがとう。2位、ともともさん、ありがとうございます。ありがとう。そして1位は、ドゥルルルルルバン、トッキーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあじゃあ今度は2人でカラオケ配信しよう。そうやな。あのさ、わがままの流れ星歌いたいよね。わがままな流れ星、もうだいぶって間に。スクショタイム入る？あ、じゃあまずこちらのカメラから。はい、こっちの色全然ないね。ね。なんで？じゃあ次こっち。ちょっと。はい。二人ともさ、はい、こうやってやって。こっちからこっちから。はい。はい。あ、はい。はい。あ。生誕祭で、よか、あ、ごめんなさい。そして24日はあのミソラの生誕祭で出させていただきます。ミソニャ、はい、ミソニャお祝いしましょう。そして27日は、世代交代前夜公演が昼夜でありますね。お姉ちゃんとレイポンがね、そうやな、勘でね、そう、出れないんで、出れないんですけど、はい、よかたん頑張ります。よかたん出ます、出ます。ぜひ会いたいので来てください。ではではでは、今日もありがとうございました。ではではでは、バイバイ、バイバイ、ありがとうございました。楽しかったです。皆さんまたお話ししましょう。また会いましょう。バイバイ、バイバイ。17年